何をしているのです。このくらいの熱は。様どうなんだ。俺、シニ様がいなくなったら。
それより、なぜこんなことをしたのですか？あなた、自分が人質だということを忘れているのですか？もう少し自覚を持ってほしいのですが。もういいです。ですが、今回のことは素直に感謝します。俺は ええ、シュラにも感謝してますよ。俺、役に立てて嬉しいです。いえ、そこまでしなくても。じゃあ、俺も手伝う。アリコ、こっちこっち。あなたは異界から来たと言いましたね。匠と一緒に来たということも間違いないのですね。
あなたは第五教団をご存知ですか？彼はそこから補充兵員として送られてきた兵士なのです。あなたの知っている匠とここの匠が同一人物だと言い切れますか？ところで、あなたはなぜ玄武の巫女たちと行動を共にしていたのです？事情は分かりましたが、あなたは玄武の巫女の仲間だということには間違いないようですね。人質という立場は変わりませんが、逃げるつもりさえなければこの宿営地内では自由にしていて構いません。ええ。これで僕の質問は終わりです。目の届く範囲にいるならお好きなところへどうぞ。ええ、構いません。熱はもう引いてます。
何かあるのですか？それほど敵の中に行きたいわけですか？第五教団には向かいますが、それはまだはっきりとは言えません。あなたが巫女である可能性がある限り、おいそれと動かすわけにはいきません。もし不凍国の青龍の巫女であるならば、なおさらです。ええ、あなたが青龍の巫女ならば、不凍国にとっての滅びの象徴ということになります。もし苦闘国、いえ我が主である覇警様に関わるようなことになるなら、あなたにも死んでいただきます。今のあなたの身柄は苦闘国の存亡を左右する存在かもしれないのです。マリコ、僕個人として昨夜のことは感謝しています。ねえマリコ、俺の髪、シギ様を真似したんだよ。似てる？だろ？苦労したもん。シュラ、戦闘中は邪魔だから切るようにと言ったはずです。じゃあシギ様は？
な。助けに来たぜ。ここは俺に任せて早く離れろ。向こうに滝子が。私ならここにいるわ。滝子、なんで来てんだ。向こうで待ってろって言ったろ。随分と大胆に出られたものですね。おい、男女、マリコをどうするつもりだ。どうもこうもねえんだよ。助けに来たって聞こえなかったのかよ。刻まれてんのか。悪かったな、来るのが遅くなっちまって。なんだって、それが助けに来たやつに言うセリフか。
マリコをこちらに渡しなさい。くそ、マリコを返せよ。二人なんか乗せて飛べねえからな。俺が時間を稼ぐから先に逃げろ。